こんにちは。河合玉堂展のオンラインギャラリートークを始めさせていただきます。私は山種美術館の竹林と申します。どうぞよろしくお願いいたします。現在、山種美術館では開館55周年記念特別展「河合玉堂山崎種次が愛した日本画の巨匠」という展覧会を開催しております。こちらの展覧会のギャラリートークをオンラインで2回に分けてお届けしたいと思いますけれども、今回は前半の部分をご紹介させていただきたいと思います。山種美術館は昭和41年に東京日本橋兜町に開館いたしまして、今年2021年は開館55周年の年にあたります。その第1弾といたしまして、河合玉堂の展覧会を開催いたします。こちらの写真は晩年の玉堂の写真です。戦後、晩年を奥多摩の御岳で玉堂は過ごしますけれども、スケッチをしている玉堂の姿が写っております。玉堂は自然を愛し、風景を叙情豊かに描き出した画家です。また、玉堂は大変温厚な人柄で多くの人から慕われました。今回、展覧会の副タイトルに「山崎種次が愛した日本画の巨匠」といたしましたように、当館の初代館長山崎種次も玉堂に惹かれた一人で、玉堂と親しい交流がありました。そのご縁から当館は71点の玉堂作品を所蔵しています。展覧会では所蔵の玉堂作品を中心に、一部拝借した作品も含めて玉堂の画業を初期から晩年までたどっています。展覧会の構成についてお話しさせていただきますと、3章からなっておりまして、初めの第1章では「研鑽の時代から玉堂芸術の確立へ、京都から東京時代」と題しまして、京都での修行時代から東京に移り、やがて自身の芸術を確立し、画壇の中心として活躍した時期、そして戦時中の作品までをご覧いただきます。第2章は「画業の円熟奥多摩時代」と題しまして、戦後奥多摩に移住してからの晩年の作品をご覧いただきます。第3章は「素顔の玉堂と山崎種次」と題しまして、風景以外をモチーフに描いた作品ですとか、先ほども少しお話しいたしましたけれども、初代館長でありました山崎種次との関わりが分かるような作品や資料などもご覧いただきます。章ごとにいくつか作品をご紹介したいと思いますけれども、まず展示室の様子を少しご紹介したいと思います。展示室入り口を入りますと、このような看板から始まりまして、最初「早乙女」という作品から展覧会は始まります。そして第1章が始まりまして、最初の「鵜飼」という作品、そして「経山収集」、そして「右光起業図」「竹生島図」「尺投げ」と続いています。では、第1章についてもう少しお話ししたいと思いますけれども、玉堂はですね、明治6年に愛知に生まれまして、明治14年に一家で岐阜に移住します。幼少期を岐阜で過ごすことになりますけれども、明治20年、14歳の時に京都の画家、望月玉泉という画家の下で日本画を学び始めます。3年後の明治23年には画壇にデビューしまして、さらなる高みを目指して丸山四条派の河野梅嶺の画塾である大成技会に移ります。同門には竹内栖鳳ですとか辻家光らがおりまして、彼らと切磋琢磨する日々を過ごしました。市の河野梅嶺が亡くなりました明治28年には、第4回内国勧業博覧会に「鵜飼」という作品を出品します。こちらの作品についてはまた後ほどご紹介したいと思いますけれども、この展覧会で玉堂は橋本雅峰の作品をみまして、強い衝撃を受け、翌年の明治29年には上京して画報に入門することになります。では最初の作品「鵜飼」からご覧いただきたいと思います。こちらは長良川の鵜飼を描いたものでして、幼少時代を過ごしました岐阜の代表的な風物です。かがり火に照らされた鵜舟が金華山という山の麓に集まる様子を描いています。鵜飼は玉堂が生涯を通じて繰り返し描いているモチーフでして、500点以上もの鵜飼をモチーフにした作品が知られています。今回の展覧会にも鵜飼を描きました他の作品も出品しています。そしてこの鵜飼はですね、玉堂の画業初期の代表作とも言えまして、この第4回内国勧業博覧会で3等銅杯を受賞いたします。でこちらの展覧会で、見た橋本雅邦の作品に衝撃を受けまして、雅邦に入門することになります。こちらの「経山収集」という作品はですね、橋本雅邦に入門後の明治39年に描かれた作品ですけれども、橋本雅邦の門下の団体の双葉会という会の展覧会に出品された作品です。筆使いですとか色使いなどには雅邦の影響を見て取ることができます。玉堂はですね、京都で学んだ丸山四条派の基礎の上にですね、東京に移りましてから雅邦の下で学んだ狩野派の技法を取り入れて、独自の玉堂ならではの風景画を次第に作り上げていくことになるんですけれども、こちらの作品も橋本雅邦のその漢画的な狩野派的な様子、一見するとそのようにも見えますけれども、画面中央の橋を渡る人物にご注目いただきますと、こちらは中国の人物ではなくて日本の人物が描かれておりまして、あくまでも日本の風景を描こうとしていた、そういったことが画面からもご覧いただけるかと思います。玉堂はですね、大正時代から昭和にかけまして、東京画壇の中心的な存在として活躍していくようになります。自然とまたその自然とともに生きる人々を織り交ぜながらですね、独自のその玉堂らしい風景画というものを確立していきます。次にご覧いただいておりますこちらの「将来統制」という作品はですね、今回、展覧会に特別に拝借いたしまして、展示をしているものですけれども、展覧会の目玉の、作品もいるかと思いますけれども、こちらは、昭和5年にですね、イタリアのローマで日本美術展覧会という、展覧会が開催されます。こちらは本当に大きなプロジェクトでして、当時の日本画壇を代表する、画家たち80名が参加しまして、約200点ほどの、作品が展示されたんですけれども、大倉財閥の大倉喜七郎が全面的な支援をいたしまして、日本から大工さんも向こうに連れて行きまして、日本の床の間のような建築空間を再現しまして、そこで作品を展示するという大変大きなプロジェクトでした。こちらに玉堂は10点作品を出品しているんですけれども、そのうちの一つがこちらの「将来統制」という作品です。画面の手前の方の岩山ですとか松の木々などにはですね、墨の力強い筆法なども見られるんですけれども、奥の方俯瞰的に臨む浜辺をご覧いただきますと、打ち寄せる波に船を入水させる人々の様子が描かれていまして、波の様子ですとか、その人々がこう船を押している様子なんかは本当にその臨場感をありまして、波の音が、タイトルにあります波の声とありますけど、濤声とありますけれども、波の音までも聞こえてくるような、そんな作品になっています。こちらはですね、横幅が1メートル以上あります。かなり大きな作品で、見応えのある、作品になっていますので、ぜひ会場でご覧いただければと思います。続きまして、こちらは春風春水という、作品です。こちらに描かれてますのはですね、渡し船なんですけれども、近代的な渡し船でワイヤーとですね、滑車が使われています。こちらも好んで玉堂が描いたモチーフなんですけれども、渓流を渡し船で渡る人とそちらを俯瞰的に描いていますけれども、玉堂はですね、水の表現にも大変興味がありまして、生涯を通じて追求し続けたんですけれども、こちらもその渓流の水の流れですとか、その渓流独特の美しい色合いの水の表現もご注目いただきたいと思います。続きまして、こちらは春景遊園という作品です。こちらも手前の木々ですとか岩山は墨を中心に描かれていますけれども、岩山には色が、入っていますし、春の景色ですので木々にはお花が芽吹いています。そしてその後ろに渓流が流れておりまして、円形には薄い墨で、崖ですとか木々が描かれていますけれども、この作品でご注目いただきたいのはですね、手前の岩山に可愛いお猿さんが描かれています。猿はですね、玉堂がやはり好んで描いたモチーフの一つでして、実はデビュー作も猿を描いた作品なんですけれども、こちらはですね、猿が小さく描かれてますけれども、寄り添う猿さんはおそらく親子ではないかと思いますけれども、玉堂の優しい眼差しが見て取れるかのように思います。でこちら先ほどご紹介しました春風春水と、こちらの春景遊園はですね、この2作品は特別に会場で、お客様がお写真を、撮っていただくことが可能な作品となっております。キャプションのところにマークがついていますけれども、じっくりご覧になっていただきまして、もしよろしければカメラをお持ちいただきますと、会場で撮影することが可能となっております。続きまして、こちらは山雨一花という、作品ですけれども、今回の展覧会のポスターですとかチラシのメインビジュアルにも使っている作品ですけれども、雨上がりのですね、この道を、馬を引く人が、描かれてますけれども、人のそのござみのが風ではためいている、そんな一瞬を、切り取った、作品でして、その木々ですとか、それから下の草、そして遠くの山などですね、本当に雨が上がった後の、澄んだ空気の中で爽やかな、明るい色合いで描かれている作品です。こちらは新聞展に、出品されまして、文展中第1級の作とも評された作品でして、私も大好きな作品の一つです。続きましてですね、第1章では戦時中の作品も、ご紹介しているんですけれども、この「荒海」という、作品もですね、第7回の新聞展が、文部省戦時特別美術展という名前で開催されるんですけれども、そちらに出品された作品です。玉堂には珍しくですね、波だけを描いてます。玉堂の作品には自然と、あとは動物ですとか人物を典型として一緒に描く作品が多いんですけれども、こちらは波だけを、岩山と波だけを描いた、作品でして、水の表現を追求し続けました。玉堂ならではのといいますか、波の表現が大変細かい波しぶきですとか打ち寄せる荒波の様子が、細やかに描かれてますけれども、こちらは極度の別荘がありました神奈川県の富岡での、写生に基づいているということが伝えられている作品です。こちらはですね、当館ではですね、展覧会ごとに出品作をモチーフに和菓子をご提供させていただいてるんですけれども、こちらの作品「荒海」も今回和菓子になりまして「波しぶき」という和菓子を美術館の1階のカフェ椿でご提供させていただいてますので、作品とともに和菓子の方もお楽しみいただければと思います。はい、今まで第1章の、作品を中心に、ご紹介させていただきまして、第2章、第3章は、また第2回目のオンラインギャラリートークで、お届けしたいと思います。こちらの山種美術館公式 YouTube チャンネルのご登録をいただければありがたく思います。では、第1回目のオンラインギャラリートークはこちらで終わりにいたします。ご清聴ありがとうございました。